オリンパス OM-2 スポットプログラムボディオリンパス OM-2 は1975年11月にオリンパスから発売された OM システムの一眼レフカメラであるオートで長時間露出撮影が可能となった機種世界初の TTL ダイレクト速攻方式を採用この速攻方式は写真フィルムに現在まさに露光している光の量を直接速攻するという 新たな方式であった。それまでは、ファインダー航路内にセンサーがある電子シャッター一眼レフカメラではミラーが上がると、速攻不可能となるために記憶装置にレリーズスイッチを押した時点の古い光を記憶させるしかなかったため、長時間露出を必要とする撮影で適正露出を得ることは至難の号とされていたが、これにより、数十秒という長時間露出撮影すら、 自動露出で撮影できるようになった。ただしファインダーに表示されるシャッタースピード指針は既存の位置がアンレフカメラと同じくファインダー航路に設けられたセンサーによるものであるが実際の露光はダイレクト速攻のセンサーによって行われるためファインダー表示と実際の露出制御が異なるセンサーによって行われるためファインダー表示は古い光による近似値であるという欠点がある。 また、専用ストロボ装置と対応アクセサリー集の使用により、カメラ本体で発光制御する TTL ダイレクト調光も可能にした。さらにオプションのモータードライブ装着により、秒後コマの高速連続撮影も自動露出で行える本格システムカメラの機能を備え、オート撮影のみならずマニュアル撮影も行える。13種のスクリーン、高速モータードライブは、 OM-1 と完全共有の OM システムを持つ。OM-2N 標準価格。ありがとうございます。